マグダリネッテは、ポーランドポズナン出身の女子プロテニス選手。これまでに WTA ツアーでシングルス2勝を挙げている。自己最高ランキングは、シングルス33位、ダブルス95位。身長171センチメートル、体重59キログラム。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。6歳でテニスを始め、2009年にプロに転向。 四大大会では2015年全仏オープンで初出場。現時点では3回戦進出が最高成績である。2015年9月のジャパン女子オープンテニスで WTA ツアー初の決勝に進出した。決勝でヤニンナウィックマイヤーに6から4、3、6、3から6で敗れ準優勝となった。2016年8月のリオ五輪で初めてのオリンピックに出場したが、 シングルス1回戦で、ロシアのアナスタシア・パブリュチェンコは20から6、3から6で敗れ初戦で敗退した。2019年8月のブロンクスオープンの決勝で、カミラ・ジョルジオを7、75、64で破り WTA ツアー初優勝を果たした。2020年2月のホアヒン大会でツアー2勝目を挙げ2020年2月17日付のランキングで、 自己最高の三十三位を記録している。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト四、QF イコールベスト八、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、 G コールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。